よし、よし、行こうぜ。ジョーカいてやる。何者だ。この仕打ち、先制攻撃チャンスだ。行け。キル様、正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。まだやれる。Gonna be
疾風が弱点だ。疾風が弱点だ。敵を撃破。さすが。ペグソラ。疾風が弱点だ。取れ、我が半身。ゾロ。残り一匹。とどめだ。ペグソラ。身を締めてゾロ。よし、お疲れ。よし、勝利だな。新技引いたぜ。おっしゃ。正体を見せろ。なんだこれ。よし、弱点は見当たらないな。ペルソナ食らえ。弱点は見当たらないな。我が決意の証を見よ。どうだこのパワー。ベルソナ食らいな。おっと、スカルもなかなかやるな。弱点は見当たらないな。ベルソナ叩いていく。どこに外した。ジョーカー救しろ。ペルソナそうだ。よし、勝利だな。よしよし、倒した。ほら、とっとと行くぞ。こっちだ。鎧勝手に触ったのは謝るから。状況分かってねえよ、あいつ。早く助けてやろうぜ。いいか。よし。
なんなのこれ。マジで警察呼ぶから。そいつが侵入者か。鴨志田、誰そいつ。てかここ何、なんで学校がこんなになってんの。こんなのも俺の案と間違うとはな。怯えてるのか。その格好、正気。いいんだよ、ここは俺様の城、欲望の世界なんだからな。何それ、こんなの風俗とかってやつでしょ。息のいい奴隷だ。シャレになってないっての、ふざけんな鴨志田。俺様二件してるぞ、どう思う。口答えなんて許しちゃダメです。というわけで処刑だな。どうやって遊ぼうかな。バラバラに解体しちゃおっか。マジなの。ひでえ。部員の女子のこともこんな風に見てやがったのかよ。これからお楽しみって時に。こいつ何なの。てめえ何回来るんだよ。どうせお前もそこの族どもと同じだろ。俺様に文句があってきたんだよな。けど名前忘れたけど、あいつ飛び降りたのお前のせいだからな。え、お前が相手してくれないから代わりしてもらったんだよ。服からバラしちゃおっかな。やだ先生、ドエロすぎ。おい、どうすりゃいいんだよ。高脇。これさ、天罰かな、司法の。最初からそういう顔してりゃいいんだよ。司法、ごめん。クズに言われるがままなんて。
だからよ、奴隷はおとなしく。うるさい。もうね、無理。マジでムカつきすぎて、どうにかなっちゃいそうよ。まったく、出番が遅すぎるお前が立ち向かわないで、誰が恨みを晴らしてくれるの。許す気なんて初めからなかった。お前の中のもう一人のお前が、そう叫んだ。我は何時、何時は我。やっと契約を結べるね。超えるよ、カナメン。わかった。もう我慢しない。そうよ、我慢なんかしていても何も解決できない。分かったのなら力を貸してあげる。私、あんたなんかが好きにできるほどお安い女じゃないから。こいつ志保から全部奪って踏みにじった。あんたは許さない。あんたの全てを奪ってやる。これ以上好き勝手な真似はさせん。もう我慢はしないっての。好きにやらせてもらうんだから。行くよ、カルメン。鴨志田様の愛情を理解できる小娘が死んで詫びろ。女を欲望のはけ口ってしか見てないクズが愛だなんて笑わせんな。行くよ、カルメン。思いっきりやっちゃおう。弱点がわからないが、いろいろな技を使ってみないと。敵の相性を調べる弱点は見当たらないな。見当たらないな。
そいつと話してもダメみたいだ。今はそいつと話してもダメみたいだ。この技じゃない。我が決意の証を見よ。これは火炎に弱い敵だな。マジかよ。待て。お前なんで入ってきた。つうかどうやったんだよ。おい、レディに対してそれはないだろう。大丈夫か、アンドノ。アンドノっていうか、これ何？生き物？ねえ、ここどこなのよ。落ち着け、大丈夫だ、心配ない。落ち着けるわけないでしょ。あれ私、なんでこんな格好してんの？いつの間に。意味わかんない。こいつは参ったな。すぐに追ってかくる。のんきに説明してる時間はない。仕方ない、一旦引くか。これからって時に邪魔しやがって。ったく、しょうがねえな。ほら、肩貸せ。お前そっち頼む。ありがとう。戻ってこれたみてえだな。おい、大丈夫か。まあ平気。ああ嘘、やっぱまだ混乱してる。無事とはいえいろいろあったからな。とりあえずここじゃ目立つ。一旦場所を変えよう。どっちがいい？炭酸じゃない方。どっちも炭酸だ。じゃあ、ほらよ。我が輩のは？え？猫のくせに？少しは落ち着いたか、アンドノ。
モルガナだっけ。私猫と喋れてるんだね。すごく不思議な感じ。あーごめん、猫じゃないんだよね。混乱して当然さ。いきなりあんな目にあったのにすぐ理解しろって方が無理だ。正直まだ信じらんない。それにあの力、ペルソナ、アンドノの反逆の意志だ。それがあればあの世界で戦える。あなたたちの話が本当なら鴨志田を改心させられるんだよね。あいつ自身の口から罪を告白、そんなこと本当にできるの？被害に遭ってる党のバレー部員もだんまり、教師も親も見て見ぬふり、俺らみてえのが騒いだって握りつぶされんのがオチだ。これにかけるしかねえんだよ。だったら私にもやらせて。志保のこと償わせてやりたい。志保をあんな目に遭わせてのうのうとしてるなんて絶対許せない。今さらっと私にもやらせてとか口走ったか？連れてけって意味か？足手まといみたいに言わないで。見たでしょ、私だって戦える。おい、どうするよ。我が輩も賛成だ。戦力的にも心もとなかったしな。大丈夫、我が輩が守ってやるさ。ダメって言っても一人で行くからね。そっか、こいつ一人で入れんだった。断る方が危ねえのか。ったくしょうがねえな。決まりね。じゃあそういうことでよろしく。私は絶対鴨志田に自分のしたことを償わせる。志保だけじゃない、今までしてきたこと全部。もう誰一人あいつのせいで泣かせない。私にできることなら何だってする。怪盗行為なんて危険なこと、成功法だけでやっていけるとは思えない。周りの目を欺く演技、それに長けた者がいてもおかしくはないわ。聞こえてるなら答えて。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なる。我、
恋愛のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、行くときは声をかけてねって。そっか、お互い連絡先知らないか。ねえ、番号と ID 教えてよ。じゃあよろしくね、モルガナも。こちらこそだ、アンドナ。いい子だな、あのけなげな心配り。しかも願いのために危険も顧みない意地らしさ。友達思いでおまけに美人なんて子なんだ。我が輩、すっかり心を奪われちまったぜ。おいおい、てかこれからはこのメンツですぐ集まれた方がいいよな。こういうことを話せる秘密のアジトがあった方がいい。アジトか、悪くねえ響きだぜ。学校の屋上がいいな、人も来ない感じだったしな。ひとまずあそこが我が輩たちのアジトだ。パレスの中じゃ連絡取れないからな、我が輩こっちに残ってやるよ。というわけでお前、我が輩のお世話を頼む。我が輩直々のご指名だ、光栄に思え。任せた、うち絶対無理だから。んじゃ、アジトも決まったし、明日な。じゃ、我が輩の滞在場所を確認しに行くぞ。営業中だ、上に行ってろ。何か？おい、何してんだ、お客さんだぞ。すいません、先生、こいつが。気にしてない。目障りだ、上行ってろ。お客さんに目障りだ。お客目。おい。ごちそうさま。またどうぞ。今日はこれで終わりだな。近所に診療所はあっただろ、そこの医者なんだがな、適当な診察して聞いたこともねえ薬を出すって噂だ。俺が吹いて回ってるわけじゃねえぞ、近所の連中がそう言ってんだ。たく、関わり合いねえならそっとしておいてやればいいのによ。まだつかないのか。さて、帰って飯の支度しねえとな。おい、ここどこだよ。廃屋。おい、お前。
にゃにゃうるさいと思ったら、なんで拾ってきたんだ。知らねえよ。うちは飲食店だぞ。動物はねえだろう。けど世話する生き物がいりゃおとなしくしてるかもしれないか。しょうがねえな。ただし開店中は騒がすなよ。店もうろつかせるな。つまみ出すぞ。俺は一切世話はしないからな。ここの上司か？お前を廃屋に押し込めてる割には話の分かる親父だったな。といっても普通の人間には猫の鳴き声にしか聞こえんみたいだけどな。まったく、可愛い声で鳴きやがるから。お前皿洗っとけよ。ところで名前とか決めたのか？モルガナ？ああ、名前つけてやろうかと思ったんだがな。ご主人はお前よりも我が輩を気に入ったようだな。まあ鴨下の牢獄に比べれば天国か。お前らいつか聞いたよな、我が輩が何者かって。正直言うとな、生まれのことは何も覚えてない。異世界の歪みにやられてなくしちまったんだ、本当の姿と一緒にな。決まってる。猫がなんでこんな喋れんだよ。説明つかないだろ。歪みのせいで本性をなくしたのは間違いないんだ。だから歪みの元を晴らしてきっと自分を取り戻す。方法だって大体わかってるんだ。城にいたのもその調査のためさ。そういや、あっちの世界では腹は減らなかったな。言っとくけど、ただで世話になる気はないぜ。ギブアンドテイクだ。実は我が輩知的で器用だから、潜入道具を知ってるんだぜ。おっと、こっから先は取引の後じゃないと教えてやれねえな。お世話するのと引き換えに我が輩の潜入道具だ。どうよこの取引。いい返事だ。取引成立だぜ。あらゆる場所への巧妙な潜入と脱出。特殊な道具を使っていた可能性がある。そしてそれを作っていた者がいたことも。答えて。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、
魔術師のペルソナの生誕に祝福の風を入れたり、自由へと至るさらなる力とならん。潜入道具のことはおいおいレクチャーしてやる。ところでお前、パレスで見た力マジですごかったな。あの力が伸びれば伸びるほど切り札として頼れるってもんだ。よし、今日から我が輩お前と一緒に行動してやるぞ。ペルソナは心が生み出す力だ。お前がどんな経験を積んでいくかで、あの力にもきっと影響があるはずだ。有能な奴らと知り合えれば、いろいろ役立つ技を覚えられるかもしれない。これも取引のうちだからな。まあ目をつけてやったんだ、期待は裏切らないでくれよ。お前らそれでメッセージを送り合ってるんだろ。我が輩も混ざりたいから、お前代わりにポチポチ打ってくれな。
っと。なるほど。聞いてるのか？これでみんな集まったな。んじゃ行くか。待て、まだ行くのは早い。なんでだよ、あとは盗むだけなんだろ。カレスは甘く見るな。まずは準備だ。あのペルソナって力がありゃどうにでもなるだろう。それが甘く見てるってことだよ。下手したら死ぬんだぞ。カレスに行くのは準備を整えてからだ。準備？何かしないといけないの？よく聞いてくれた、アンドナ。まずは貧弱な装備をどうにかしないといけないだろうな。武器のことか？売ってそうな店なら知ってるぜ。じゃあそっちは任せた。あとはパレスで消耗した時のために薬を調達しておくか。
薬？そんなのどうやって？大丈夫だ、当てはある。アンドノは楽しみに待っててくれ。こいつと我が輩はヨンチャに用がある。今日は一旦解散だ。いいから来い。我が輩だけじゃ近づけないんだよ。あのさ、実はな、やれやれ。
してた診療所はここだな。まあそれしかないよな。当たって砕けるだ。入ってみるか。どうせストレスでしょ。そういうのは大体そう。とりあえず鎮痛剤でいいよね。あ、在庫。やっぱり睡眠薬。寝るのが一番の薬だもの。甘いのと辛いの、どっちがいい？患者のくせに指定あるの？そういうことか。やっぱりあなた健康でしょ。それが見抜けないほどバカじゃない。うちの噂聞いてきたってとこ。はいはい、訳あり患者はみんなそう言う。今時の高校生も大変ってわけね。いいよ、薬処方してあげる。体調回復に効くやつに限ってだけど、一応真面目そうだし面倒なさそうだから通したの。自由診療みたいなもの。私の薬オリジナルだし。病院の受付とかで売ってるの見たことない？薬事法的に医師の裁量による調剤ってとこ。体調を崩しても自己責任。それでよければいつでもどうぞ。話が早いね。私も助かる。でも変な子だね。一体何に使う気なんだか。ま、どうでもいい。あなたが面倒を起こさない間はね。はい、どれ？それにするの？どうも。それは効くかな。はい、どうぞ。
それにするの？どうも。お大事に。やれやれ。そうだな。よし。それなりのものが手に入りそうだな。よし、続きは明日だな。帰ろうぜ。よし。つけておこう。